はい、じゃあ続きまして紹介したいのはこちらです。先日ね購入しましたポータブル冷蔵庫です。こういうやつですね。こちらメーカー名が覚えられないのでアンチョコ読ませていただきますこちらのポータブル冷蔵庫 F40C4TMP なんじゃそのメーカー名は頻繁じゃないのなんかもっとブルエッティみたいなさ、なんかね、可愛らしいネーミングないのかな F40C4TMP 覚えられない覚えられない覚えられない、まあそういうメーカーさんがですね、これね、これ車載冷蔵庫なんですよ。そもそも車に積んで使うことを前提として作られている冷蔵庫ですね。18リットルあります、容量。ちょっと中身も見てください。お、結構広いですね。はい、僕の拳でちょっと比較してもらうと分かると思いますけども。あ、なんかねペットボトル、いいのいいの、そういうのちゃんと分かってますよ。あ、そうですか、はい、分かりました。容量としては350ミリ缶ね、僕の大好きな缶ビア、あれだと約30本。おお、すごいね。だから500ミリリットルのペットボトルだと縦に18本、ダダダダダダーってね、 3×6 ぐらい入るってことだね。それから、2リットルのペットボトルだと4本っていうのが目安になります。うんうんうん。でね、まあね、我が家の車中泊トリップにするとね、実はねこのぐらいのサイズが一番手頃ですね。なんでかっていうと、意外と大事なのが、まあ、どれだけコンパクトに作られているかというか設計されているかでね、ハイエースの場合はこの足元に置くことができるので、ここに置けるようになると、その走行中もね、ちょっと後ろからジュース取ってってなった時とかにも、ここからひょいっと出せる。それからトランクとかね、後ろの方にしまってあるよりも非常に使い勝手がいいですね。この足元に収まる幅っていうのかな、この幅がね、うまいことここに収まるようなサイズのものを選べると、非常にね使い勝手が良くなると思います。ミニバンとか乗られてる方は結構ね、あのセカンドシートがスライドするので、いかようにでも調整できると思うんですが、ハイエースはねそこはあんまりフレキシブルではないので、ここにスポンって収まる大きさで、我が家のやつはこれで18リットルタイプですね。家族4人で食材を入れてキープするとなると、まあギリギリかな、これよりもうちょっと大きい方が使い勝手はいいです。ただしそうなるとここに収まらなくなる可能性があるので、そういう意味でのギリギリのサイズ、これ18リットルで、こちらのメーカーのタイプね、これいいんじゃないかなと思いますよ。おすすめです。で、実際に、毎日食材の買い物ってするので、一晩とかプラス朝分の食料が保管できれば十分なので、実はねこのぐらいのサイズがね僕たちはベストかなと。プラスポータブルの冷蔵庫とかを持っていると一番ベストな使い方かなと思ってます。でね、この冷蔵庫の優れているところは、なんとねマイナス22度まで冷やせるんです。なのですごいね、うん、なので冷凍食品なんかもね、アイスクリームとか ね全然余裕で、保冷剤も凍らせちゃう。そう、保冷剤を凍らせることなんかもできちゃうぐらい、だいたいね40分でマイナス22度まで温度下げられるっていうね、早い、すごいパワーのある優れものでね、実はねこれ、加温もできるんですね。うん、温かくもできるの。じゃん、こちらに出てます。温めるのもこのぐらいの温度まではできるので、まあ、缶コーヒーとかね、それから出来たてのなんか料理をもう少し食べるの後だから保温しとこうとかね、コンビニで温めたやつとかね、そう、そのままそこで保温しとこうとかっていう時に、まあ、使える、まあ加温もできますよというのがちょっと特徴的ですね。でね、もう一つね、まあ、当然ですけど本体が機能している時ってファンが回るんですよね、発熱するので。そのファンがねすごく静かなの、静音設計だから、車の中で、一晩中電源を入れておいてもそのファンの音がうるさくて目が覚めるみたいな、そういうデメリットもない、非常に、優れたやつですわこいつは。ポータブルの冷蔵庫の中でもちょっとお値段は高めです。でも、やっぱね性能ものすごくいいんですね。とにかくねこれね、まあ、よそのメーカーさんってどういう仕組みか知らないけど、ここのね側面全部が冷える
タイプのものなので、あの全体的にこの中を保冷してくれる。だからどこの位置に何つうの置いてもこう均等に冷やしてくれるっていう、そういう設計になってるのも他のも一緒かもしれないけどね。もうそこがねすごくね使い勝手もいいし、それからまあ非常にパワーのある冷蔵庫なので、うん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 、僕はねすごくいい買い物をしたんじゃないかなと。そもそもこれ自体の保冷効果、あの保冷性能も高いので、電源抜いてしばらく外に置いといても何全然平気、うんうん、そういう意味でもねやっぱりすごくよくできてる冷蔵庫だと思います。では、この後の動画で実際にねこの間4連休9月の4連休に行った時、2泊3日をね、このブルエッティのバッテリーと組み合わせて使ってみましたので、2泊3日でどのぐらいこうバッテリーが使用されるのかっていうのと、それから実際のキャンプですねに使ったシーンも合わせて見ていただいて、まあ、この組み合わせで、どんな利用シーンがあるかっていうのをご紹介できればと思います。チェックだ。さてこちらのポータブル冷蔵庫ね、ずっとこのブルエッティの150のタイプのバッテリーから電源を取ってるんですね。もう、一晩中今日まるっと1日取ってます。でだいたい使用量としてはメモリー1個分ですね。メモリー1個分しかまだ減ってません。これ丸1日ほぼ24時間これで電源取ってまだ1個分なんで、まあ、正しければ1,2,3,4 5日分ぐらいはずーっとこれだけで冷蔵庫の電源が取れるってことになるのかな。今回は2泊3日なので本当にねこの1台だけで十分電力賄えます。これとうちは今はもうスマホの充電ぐらいしか今取ってないので、このバッテリーさえあれば我が家の車中泊3泊4日ぐらいまでは十分足りてしまうのではないでしょうか。今ね、庫内温度は0度表示になってますが、実際には今ね5度の設定にしてますね。5度ってまあいわゆる冷蔵庫のベーシックな設定温度だと思います。実際に中はもうね結構満パン食材ですね。やっぱ安心なのはこのお肉関係を安心してね入れておけるので、この辺がこう 2,3 日保存できるっていうのは非常に心強い。で昨日のね余った食材とかも全然今晩も、安心して活かせると。そして先ほど紹介したブルエッティのバッテリーで常時電源を取っているので、駐車場に入れてるときね、エンジン切ってるときとか、他で、車から離れてるときでもね、ずーっと保冷していてくれるので、安心して保存できちゃいます。さて、今日は2日目ですね。このバッテリーと、それから、このポータブル冷蔵庫で、乗り切ってみたいと思います。おはようございます。本日の電源チェックの時間がやってまいりました。今日はご紹介しましたこれですね。これをずっと 100V 電源を取りながら使い続けて48時間目です。ブルエッティの150どのぐらい減ったかというと、ご覧の通り2メモリです。さあでは車載冷蔵庫のまとめです。今回紹介したね F40なんだっけ F40C40MP 18リッタータイプ、しかもこれは冷蔵と加温ができるタイプですね。今回ね初心者向け車中泊講座の中のグッズとしてこの冷蔵庫、そして、冷蔵庫が使うってことは当然ポータブルのバッテリーもね必要になるので2つセットでご紹介したんですけども、まず初心者向けとしてはこれらのグッズって必要かっていうと、実はねそんな必要ないです。いきなりバッテリーだのポータブル冷蔵庫だのを揃えるまで必要はないと思っています。ただあったらものすごく便利です。そのいきなり車中泊のグレードが上がるというか利便性が
ギュンと上がるので、もしねあのお財布事情とかにゆとりがあるのであればぜひ用意しておくといいなと思ってます。特にこれあの 12V から電源取れるので、あのいきなりバッテリーを購入しなくてもこれ単体で車の中で使える。それから、もしエンジンを切った後とかも、あのこれ自体のね保温性が非常に高いので、安心してねクーラーボックスとしても使うことができます。プラス今回ねこの F40C40MP 新しくねこの保冷バッグっていうのがねオプションで買えるようになりました。これどうなるかっていうと、じゃがじゃん、このようにこの冷蔵庫自体を収納できる保冷バッグ、めちゃめちゃこの断熱性の高い保冷バッグっていうのがオプションでついたので、これにさらに入れることでアウトドアとかね、例えばビーチとかキャンプとか電源取れないでこのまま持ってってもこの冷蔵庫自体を保冷してくれる、あの保温してくれるのでさらに保温力が高まる、こういうバッグもついているので、これと組み合わせることで一気に使い勝手が良くなると思います。でこのバッグのいいところは後ろにねこういうポーチがついてるんですね。本当だ、うん、こうすると100V とか 12V の電源のアダプターとケーブルもここにしまっておけるので、実はね非常に便利なバッグになります。さあというわけで今回ご紹介しましたこの車載冷蔵庫ですね、 F40C40MP、 とにかく名前が覚えにくい、しかし非常に使い勝手のいいサイズ感、それから冷蔵力、そして僕のは加温もできるタイプだったので、いろんなシーンで役に立つんじゃないかなと思ってます。まあ、ぜひねこれ1台あるとものすごい便利になりますので、よかったら買って試してみてください。というわけで今回の初心者向け車中泊講座は車載冷蔵庫のご紹介でした。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed